皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、もう号外です。もうキャストパズル、ハズルファンの方は特に号外。このね、メダリオン、これ日本未発売のパズルで、まあ日本だと本当に幻のパズルなんですよね。まあ概要欄にリンク貼っておきますので、詳しくは以前の動画ご覧ください。もうね、花山さんのキャンペーンでしか配布されたことのない、もう本当に幻のパズル。これ自体はカナダのパズルショップ、パズルマスターさんで購入したものなんですけど、これがね、もう今日ですよ、11月15日。今日、花山さんのパズルとして新発売。だから日本国内初販売です。発表されました。いや、すごい。で、もう早速ね、ページがあるので、今回はそのね、ページでね、どういう販売状態なのかっていうのを紹介していきます。ということで、これがね、花山さんのハズルメダリオンの販売ページです。もう本当にハズルメダリオンです。いやー、もう待望ですよ。ただ今回一応日本国内初販売なんですけど、花山さんのオンラインストア限定になるので、まあ、概要欄にリンク貼っておきますので、ね、手に入れたい方はそのオンラインストアから購入をしてもらえばいいんですが、この発表している11月15日、この動画アップしている段階ではまだ予約が開始されてなくて、11月15日18時から販売開始ですね。まあ、どれだけ数があるかわからないですけど、結構ね、これ待ってたファンの人は多いと思うので、ぜひ18時をね、待っててください。で、一応ね、商品自体を見てみると、まずね、この、ハズルパッケージになってるのがすごい。で、実は、ちょっと前に、東京パズルデーでね、花山さんのブースに行った時に、これパッケージ見せてもらったんですよ。要は、メダリオン自体が大きいので、通常のハズルのパッケージよりも大きい、本当に特別サイズ。メダリオン。で、ちゃんと、ハズルの刻印があります。金の方にハズルの刻印があって、で、シルバーの方かな。ここに花山さんのロゴがついてます。で、以前のね、キャストパズル時代の、キャンペーンの時は、キャストパズルっていう刻印だったので、もう今回ハズルっていう刻印は初ですからね。で、これ、ゴールドとシルバーは、これ別物じゃなくて、表がゴールドで、反対側がシルバーということになってます。ロゴ以外はもちろん普通のメダリオンなんですけど、あとロゴとこのパッケージ、ハズルのパッケージになってるのがもうすごいな。もうやっとね、このハズルで正式に発売ということで、本当に待望ですよ。待望の正式発売とありますけど、本当に日本国内でこれを知ってる人は待望だと思います。もちろんメダリオンを知らない人もね、これめちゃめちゃすごいパズルなので、ぜひね、手に入れてみてください。で、もう一回言いますけど、この動画がアップされてる11月15日の18時から販売開始です。で、予約商品なので、発送は結構12月28日なので、結構後ですけど、まあそれにしても本当に素晴らしい。で、僕はパズルマスター版持ってますが、もちろんハズル版はね、ないので、もう注文します。いや、このパッケージが本当にかっこいいな。で、難易度レベル5に設定されてますね。いや、本当にね、キャストパズルファンの方はもちろん、メダリオン自体知らない方も本当に日本初販売なのでね、ぜひ手に入れてみてください。ということで今回はね、ハズル版のキャストメダリオンが発売されるという、まあ、号外のお知らせでした。もうぜひ皆さんお楽しみに。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。